3年続いたマスク生活はどのように変わるのでしょうか。政府は5月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを5類に引き下げることに先立って、屋内でのマスク着用のルールを緩和する方針です。小中学校などの卒業式を控える中、来月前半をめどに着用を個人の判断に委ねる方向で調整に入りました。政府関係者によると、公共交通機関などの関連企業の準備や利用者への周知のために1ヶ月ほどの期間を要するということで、政府は今日にも正式決定する見通しです。1ヶ月後って卒業式とかあったりして、まあ、僕も卒業するんですけど、そのタイミングでマスク外せるってなったら、なんかみんなの顔も見れるし、なんかめちゃくちゃありがたいなって思うんで、本当に安心かなってなって、もう周りが本当に外すようになって、さっきも言ったが8割ぐらい外すようになったら外すと思います。それまではもう絶対します。そんなにはやっぱすぐには変えられないと思います。特効薬がない以上、なんかあっても嫌だなっていう気持ちが強いから、国から何か言われても、まあ、それはそれかなって思います。外せるんだったら外したいけどね、もう全員外すんだったらいいと思う。どっちでもいいみたいにされちゃうと絶対外せない、うん、緩和ぐらいだったら外さないと思う。マスク着用の緩和に戸惑う声も少なくないようです。ノーマスク生活に向けた課題とは。感染制御学が専門の愛知県立大学清水信明教授に聞きました。5類への移行に関しては5月の8日以降という話で、ただマスクはもう来月の前半、この時期のズレっていうのはどうなんでしょう。本当は区切りが良い、分かりやすいっていう点では両方が一致するとよろしいんですけども、これからどんどん第8波が終わって感染者少ない時期に入っていきますんで、議論もありますけども、まあ、時期としてはよろしいんじゃないかと私は思いますけどね。そしてポイントとなるのが個人の判断に委ねるという点。判断の基準について清水教授は、感染者数の割合が一つの指標になるのではと話します。今名古屋市大体500人ちょっとぐらいですよね。毎日検査されない方たくさんいらっしゃいますので、3倍から4倍ぐらい実際の感染者の方いらっしゃると考えてもよろしいんですよね。そうすると今は1000人に1人ぐらいの割合なんですね。でこのくらいになれば、まあ皆さんマスクをしなくても良いかな、つまりマスクをしてもしなくてもですね、あまりそのリスクが変わらないんですね。今ぐらいの時はちょうどそのマスクがいらないかな、まあ、少し危ないところではつけた方がいいかなというのの境目だと思いますね。清水教授が話すマスク着用判断のイメージです。名古屋市を例にした場合、発表された1日の感染者数が1000人以下の場合はマスクをする必要はありませんが、感染拡大期に入り1000人を超えた場合、換気が十分でない環境の時はマスクの着用を、そして感染拡大のピーク時、1日5000人を超えた時は行政やイベントの主催者などがマスクの着用を呼びかける、このような基準で判断するのが良いのではないかといいます。季節性の流行性感染症という形になってしまったので、おそらく春に少し増える、でまた収まってまた夏に増えますね。日本の場合は年に3回感染拡大が起こる可能性があります。そこで増えてきたらば、個人として少し感染したくないな、または組織としてちょっと感染広がってほしくないなって時になったらば、マスクをつけようかなっていう方に意識が向く、その時だけでいいと思います。ということは、増えてきたら国側からじゃあこういう時にはもうつけてくださいねとか、そういうまあアナウンスをしていくっていうことになるんでしょうか。おそらくすると思いますけども、それはもう強制力を伴わないので、ちょっとなんか増えてきそうなカーブだなっていう時になったらば、ちょっと心配なところではマスクつけようかなってなりますし、その倍ぐらいを超えてきたような状態になったらば、まあ、そういうイベントとか学校とかで、じゃあマスクをつけていただくようにお願いしましょうかっていうふうになればよろしいと思います。マスクの着用を個人で適切に判断するためには、流行期に入っているかどうか、感染の動向を知らせる仕組み作りが必要だと清水教授は指摘します。これから5類になりますと、定点といいまして、決まった病院だけで保護することになります。
これをやっているのがインフルエンザですね。すべては報告していませんけども、大体の県ごと、それから国の感染者数、分かりますよね。新型コロナでもそういった注意報、警報とかを今後出していくとか、そういう形になっていくんでしょうか。これはそのようになると思います。全く情報を出さないということはありえないし、あってはいけないですよね。増える傾向が出てきたという時には、心配な場所ではマスクをつけていただいたり、さらに増えればそういうイベントとか組織とか会社とかですね、そういう集まるところではマスクをつけていただくようにお願いしたりということが出てくると思いますね。